アンティオキアが赤い点で示されている地図。歴史的シリアに属する地域であるが、現在は地図に示されているように、トルコ領、ハタイ県現アンタキア近郊にある、東東派正シメオン修道院の遺跡アンティオキア教会とは、歴史的シリアのアンティオキアに、キリスト教の最初期に形成された教会、及び、これより発展して、現代のシリアに存続する、各教会の総称。 新約聖書各所にアンティオキアの名は見えており、最初期から伝道された地域であった。首都原稿61章26節には、アンティオキアでキリスト教の信者が初めてクリスチャンと呼ばれるようになったと記されている。首都原稿613章には、パウロとバルナバの初期の宣教を支援したことが書かれている。伝承によってはペトロを、 アンティオキア初代の主教であると伝えている。現代のシリアにも、キリスト教の教会は存続しているが、カルケドン公会議による分裂や東西教会の分裂の結果、現在、アンティオキアの名を冠する総主教もしくは総大主教をいただく教派が、以下の通り、シリアに五つ存在する。ただし、現在の総主教座もしくは総大主教座は、上記のいずれの教会のものも、 小さな町となりとる古領となっているアンティオキアにではなくシリアのダマスカスに置かれている。ありがとうございます。